えー、さすが京都の南座らしい劇場が誕生したなということを感じております。 えー、さすが京都の南座らしい劇場が誕生したなということを感じております。今から11月が楽しみであります。11月は、えー、父、私、セガラともに3代で、えー、南座、こけら落としに襲名披露興行として出させていただきます。 本当にこれから南座が新しい歴史を作っていく、その幕開けに出させていただくこともありまして、今日この場に参加させていただきまして、本当にありがたいと思っております、ぜひとも皆様方のお力をよろしくお願いいたします。